はい、こんにちは、ビッグボーイです。8月3日から8月8日まで、全世界同時で行われている、ファイナルファンタジー15クローズドオンラインテスト、オンライン拡張パック占有というものを遊んでいきます。これを参加する、これを遊ぶための条件は、ファイナルファンタジー15のシーズンパスを所持かつ、プレステの場合は PS プラスに加入していると、ショップに表示されて遊ぶことができます。結構前からそのオンライン拡張要素をアップデートで増やすよとは言われてた、まあ、例のやつで、そのまあベータテストが開催されるってわけで、早速ダウンロードして、だいたい容量が14ギガぐらい、設定もまあこれは別で独立してるんで適当にいじって、はい、やっていくか。なんか FF でね、オンラインって言われたら14とかその辺を想像するんだけど、これからの FF ってもうみんなオンライン要素増えていくようなもの、もしかして。クローズドオンラインテスト版ではアバター作成とマルチプレイクエストを体験できます。はい、ノクティスに近い能力を持っており、 OK じゃん。シフトや魔法を使います。 OK。 はい、あれ、そんなサーバーあるの。よし、キャラクターを作るぞ。FF でキャラメイクするとは思わなかったな。ほう、アバター、はい、ブレ、祖先の顔祖先の顔なんてあん、あ、でもあんま種類ないや。あ、固まった。あ、はいはいはい、ミックスしちゃうっていうわけか。これは、ああ、はいはいはい、なんかちょっとしかめっ面になっちゃうな。習慣あたりで良さそう。あ、ゼロにしちゃった。じゃあちょっと適当にね、いじってみますか。あ、なんかこれ顔がシワとかが質はいい方がいいよね、肌質は。はい、おお、なんかこれハーフみたいな。ちょっとレスポンスが悪いけど、じゃあ適当にちゃちゃっと作ってみます。はい、まあこんな感じでしょう。なんだろうね、生かしたコンビニの兄ちゃんみたいな人ができた。あんまりふざけた格好がね、できなかったんだよね。できなかったけど、一つあったのは、どこだっけな、衣装か、こんなのがあるねまあちょっとこれはね、これはちょっと顔の詳細とかカラーリングとかね、結構こと細かく、最近のアバターって結構ね細かく作れるよね。で、ボイスをねまだ決めてないんだけど、このボイス07、故郷の誇りに、プロンプトじゃん、こいつプロンプトじゃん、ボイスなんだプロンプト、故郷の誇りに、え、年取ったプロンプトじゃん、故郷の誇りに、故郷の誇りに、宮野じゃん、こっちは故郷の誇りに、あ、グラディオだ、故郷の誇りに、なんでこんな可愛い声になるの。故郷の誇りに、故郷の誇りに、うん、ノクト爺さんとノクト青年だね。どうしようかな、故郷の誇りに、こんな声してるイメージないな。故郷の誇りに、故郷の誇りに、これなんかプロンプトっぽいんだけど、これにするか。故郷の誇りに、よし、終了。はい、あ、名前か、名前どうしようかな、やばい、名前全然思いつかない。どうしよう、マモルくんにしとくか。マモルくんにしとこう。はい、まずは街の中を歩いて情報を収集しましょう。準備が整ったらコルに話しかけてクエストに挑戦しましょう。マモルくん、はい、マモルくんです。違うキャラを操作できる。
で、サーバーニフルハイムってなってるけど、メインメニューもちょっと違う。なんか恐ろしい武器持ってるな。おお、挨拶。へえ。あれでもここには他のプレイヤーはいなさそうだけど、あそこにいるのコルだ。マップ開けないね。だけどここはなんて言ったらいいんだろう、山の近くのストップ。アンブラいる？ダイナー開いてないし。臨時休業のお知らせ？マジで？ケニーお休みか。で、ダミー？はい。999。あ、まあトレーニング用だし。操作大丈夫かな。あ、大丈夫だね。守るくんマップシフトできる。おお、お前オーケーの人間だろ。あ、終わっちゃった。この人絶対オーケーの人間っていうか、すげえシュールなんだけど。回復魔法なんて。お、手裏剣。コンボみたいのもある。オッケー。頭の上にさ、守るくんってずっと浮いてるのなんか嫌だな。お困りのことはありませんか。で、アバターもね、ベータでは8体ぐらい作れたはず。宿泊施設、はい。閉店してばっかじゃん。これメインストーリーと年代のつながりはあんのかな。はい。さっき一瞬表示が出てたけど、回復魔法とかを使えたりするんだね。まあそんくらいか、本編と違うのは。別の犬がいる。はい。18歳以上？ああ、お前か。守るくんです。頼みたい仕事がある。ほうほうほう。まあ、まずは、簡単そうなやつからやっていくか。まあ、もちろん、マルチだから知らない人と。よし。マッチします。行ってこい。で、これでマッチメイクするっちゅうわけで、ニフルハイムサーバーってとこに今つながってるけど、テネブライサーバーとかいろいろあんのかな。じゃあ、うわ、マッチメイクまでこいつをいじめてやる。で、これ回復で攻撃魔法 OK。 来た。シンボルチャット。キャンプのしるべでオンラインの仲間と合流します。AI だと？AI か。人がいなかったか。まあ、しゃあない。まあ、本来ならこれが AI じゃなくて、ちゃんと、人のはずなんだよ。で、ここで5分待機できんのか。あ、降りちゃった。じゃあ出発。
AI ってことは AI らしい動きしかしてくんないけど、まあいいや。いた。ああ、弱い。そりゃそうだよな。AI に定型文を送ったってしゃあないしな。おりゃ、あ、でもフレンドとかと遊ぶことによって戦うメンバー4人が全員プレイヤーによって操作されるからね。それはいいよね、 FF15 でそういうことができるのは。なんか肉あるんだけど、あ、違う、拾えないや。あ、肉落としてるんだ、ゲット。攻撃魔法。肉ゲット、お、魔法。あ、何これ。のんびり。わ、うぜえうぜえ。こんなことできるのか。マップ上にあるこのオレンジは肉のことか。お、よくわかんないな。あ、通常攻撃でもファイヤーを繰り出してる。シフト。あ、クインガルラって行け。おりゃ、魔法攻撃効いてないな。あ、勝手。よし、倒れた。なんだろう、モンハンみたい。まさに最初 FF15 遊んでた時もモンハンみたいって言ってたけど。持てるアイテムが限られてんのかな。キャンプに戻ります。無事で何よりです。誰です。少々お待ちくださいね。おお、飯作ってくれるんだ。味付けは大戸流を基調に少し工夫をしてみました。ライトン手裏剣。おお、これ見たことあんな。これでどんどんクエストが増えてで、仲間たちと一緒に協力して倒していけってことね。で、装備。手裏剣増えた。ならこれを手裏剣にしてと。
だ今度防衛、もうキャンプの場所にどんどんクエストが更新されていくんだね。手裏剣使ってこ、あっ待て待て待て、コンボ届けない、あ手裏剣ちょっと遅いね、これ使おう、双剣めっちゃモンスターに無視されてる、あープリーン、なんか手裏剣シフト後の速度がすごい遅い、こんな遅かったっけ、あ結構減ってんなフォーム、で MP が MP がレベル低いからヘリ早いな、なんかマップになんか落ちてるな、料理になるなら拾っとくか、拾いたいんだけど、バカやばいやばいやばい、こいつらこいつら爆発させたら やばいでしょ、通さないと、待て待て待て、ボムボムが爆発したらまずい、あもうちょいだ、ボス、これこれ鉄巨人じゃね、回復させてあげようみんな、あそっかアイテムがないのか、おりゃで家壊さないで、そんなそんなちっぽけな小屋を回復、まあ、叩け叩け、ハンマー、あ、助かった、半分くらいか、変ね、攻撃遅いけどやっぱ勝てえわ、ずっと本編からずっと思ってるけど、鉄巨人教育クエストで99レベル近い鉄巨人も倒してきたけど、よし、おりゃ、あ、なんだ今のテンペストっぽい子攻撃した、あかん、で誰か倒れてる、もうちょいもうちょいもうちょい、よし倒した、なんか急に難易度上がったけど、10秒後ってちょっと早いな、あこれ拾っとこ、
AI さんだから食材拾ってくんない。さっきなんで拾ってくれたんだ。お疲れ様でした。お任せください。あ、モニカかこの人。あれ、モニカってこんなに若かったっけ？ハムトースト。こういう食事は心が落ち着きます。糧食はお腹が膨らむだけですから。え、こんなに武器もらった。あ、マジで終了。はい、なんかあっさり終わってしまったけど、まあベーターだしね。ただなんかもう一つクエストあったはずだから、遊べるならばちょっとそれも遊んできます。はい、8月8日までのまあ短い期間なんで。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。